皆さんこんにちは。八尾福音教会あけぼのチャペルの伊藤勝俊です。今日は8月4日月曜日です。そして今日の聖書の箇所はマルコの福音書12章1節から12節まで。そして今日のテーマは何が本当に大切かを知ることが重要です。イエス様は悪い農夫たちの話を通して何が本当に大切なのかを教えてくださいます。今日はここからご一緒に教えられてまいりましょう。マルコの福音書12章1節から12節。それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。季節になるとブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたところが、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり殺したりした。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。すると、その農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば、財産はこちらのものだ。そして、彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。今日はイエス様が例えをお話になりました。それは横島な悪い農夫たちの話です。主人がその分け前をもらおうとしたら、それを渡すどころか、その使いの者たちをみんなひどい目に遭わせた。そして最後はその息子さえも殺してしまったというとんでもないお話ですね。それを通してイエス様は何を伝えようとしておられるのでしょうか。その後にイエス様は旧約聖書の言葉を引用して、このようにおっしゃいました。10節をご覧ください。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。まさにこの礎となった石、これは
家を建てる者たちには見捨てられた石だというのです。ここに何が本当に大切なのかということを見分ける、見極める目を持つことの大切さが教えられていますね。だって捨ててしまったものが礎になる、なんというこの逆説的な話でしょうか。本当に大切なものとは一体何だと思いますか。熱心に奉仕すること、献金すること、聖書を読むこと、祈ること、伝道することでしょうか。確かにそれらも全て大切なものですね。しかし何よりも一番大切な、本当に大切なもの、それはイエス様ご自身です。私たちはそれを知っているはずです。でまた分かってもいるはずなんですが、でも多くのしなければならないことに目を留められてしまうことがありますよね。もっと聖書を読まなければ、祈らなければ、奉仕しなければ、伝道しなければと、つい熱心さの真面目さのあまり思うんですね。で決して悪いことではありません。でも一番大切なものを忘れてはならないのです。それはイエス様ご自身です。イエス様がご自分のことをこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。また別の箇所では、あなた方は永遠の命があると思って聖書を調べています、しかしその聖書が私について証言しているのですともおっしゃいました。そうです、聖書が語ろうとしている中心のメッセージ、それがイエス様ご自身なのです。そしてイエス様が真理を教えに来られたのではありません。道を示しに来たのでもありません。命を与えに来たのでもありません。イエス様ご自身が道であり、真理であり、命なのですとおっしゃいました。このクリスチャンなら誰もが知っている真実を改めてもう一度しっかりと土台に据えたいですね。つまり礎の石となったと言います。礎の石というのは基礎です。最も大切な場所にしっかりと据えられる、これが礎の石なのです。これがもし据えられていないと、立派な建物がその上に建てられましても、イエス様ご自身がお話になられたあの例え話のようになります。そう、岩の上に建てた家と砂の上に建てた家です。岩の上とは、それはイエス・キリストの上に建てられた家です。しかし砂の上とは、行いと教えとの上に建てられていく家のことです。家は砂の上にも建つのです。つまり教えとそれを行うということを通して家を建てる、つまりそれは宗教的な儀式を繰り返すことは可能です。しかし問題は、平穏無事な時には大丈夫なのですが、雨が降り風が吹きつけるとどうなると言われていましたか。倒れてしまうんです。これは岩の上に建てられた家も砂の上に建てられた家も同じように遭遇するのです。人生順風満帆で行けることなどありえません。つまり誰もが雨や風に打たれることがあるのです。しかし信仰の土台がしっかりとイエス・キリストの上に建てられていないと、行いとそして教えの上に建てられているとするならば、それは倒れてしまうと言われているのですね。イエス様がおっしゃった、私たちに伝えたかったメッセージ、それは宗教指導者たちがそうであったように、儀式を守り、そして律法を行うことに重きを置き、そしてましてや自分たちはそれができているなどと思うこと、これが大きな誤りのもとなのです。私たちは知らなければなりません。律法がなぜ与えられたのかを。神様は律法をお与えになった時に、私たちがそれを守れば救われるという意味と目的を持って与えたのでしょうか。決してそうではありません。パウロという人が言いました。律法はキリストに導く養育係であると。つまりイエス様のところに私たちを導くために律法を与えられたのです。
つまり律法は私たちにすべきこと、あるべき生き方を教えていますが、私たちはその律法の一つたりともまともに守ることはできないのです。だからイエス様が来てくださったのです。一人でも二人でももし守れる人がいるんだったら、それは驚きです。でも一人もいないと聖書は記しています。だからイエス様が必要なのです。そして恵みによらなければ誰も救われることができないのです。このことをイエス様ははっきりとおっしゃっておられます。人々が捨てた石、まさにイエス・キリストによる救いを宗教指導者たちは捨てたのです。そんなものはいらない、我々は律法を守っている、そしてそれで救われるんだ。もっと言うならば、律法に信頼するならば、なんとユダヤ人であるというだけでもう救われているんだと彼らは思っていました。アブラハムの子孫なのだから。しかしイエス様おっしゃいます。人は決してその立場やまして律法を行うという行いによって救われるのではない、私によってのみ救われるんだということをイエス様は伝えたかったのです。あなた方が捨てた石、それが私だとイエス様おっしゃっておられます。そのイエス様の恵み、つまり十字架の上にただ恵みによって救われたことに私たちがしっかりと立脚するとき、どんな問題がやってきても私たちは倒れることがありません。私たちがたとえ祈れなくなっても、聖書を読めなくなっても、伝道できなくなっても、年がいくとそうなりますよね。もう目がかすんで聖書は読めない、また人にもう伝道する体力もない、奉仕もできない、私は教会のお荷物です、なんておっしゃるご年配の方がおられます。絶対に不必要なことなんてありませんよ。イエス様はあなたの存在をどんなに喜んでおられるか、そしてこの方との交わりの生活が、実はイエス様が私に一番望んでおられることなのです。行いに土台を置きません。イエス様の愛と恵みに土台を置きましょう。それこそ倒れることのない確かな人生なのですから。何が本当に大切かを知ることが重要です。これが今日のテーマです。何が本当に大切なのか。一生懸命イエス様のお世話をしようと思って、とうとう疲れてしまい、イエス様と妹マリアを責めてしまったあのマルタのように、私たちは良いことをしているんです。でもそれが結局負担になり、疲れてしまい、最後はイエス様に文句を言ってしまう、一番残念なことをしてしまう、そういうことが多いのが私たちではないでしょうか。もう一度イエス様がおっしゃった言葉を思い出しましょう。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに気を使いすぎて、そして本当に大切なことを忘れていないか。しなければならないことは多くはない、いやただ一つだとおっしゃいました。そうです、イエス様の足元に座って聞くほど、これほどに大事なことはない、そしてこれほどイエス様が喜ばれることはない。私にとってあなたのしてくれることよりもあなた自身が大切だと言ってくださる、このお方の心を私たちは決して誤解してはなりません。行いの上に、奉仕の上に、熱心な伝道の上に、私はクリスチャン生活を立ててはいけません。イエス様の愛と恵みの上にしっかりと立てられたものとなりましょう。イエス様がおっしゃいました、私の愛の中にとどまりなさいと。一言にいたします。天の神様、私たちは自分の行いや奉仕や熱心さの上に立てられているものではありません。あなたの愛と恵みの上に立てられているものとして、これからもよろしくお導きください。イエス様の御名で祈ります。アーメン。神様の祝福がありますように。